廃藩地検とは、明治維新期の明治4年7月14日に、明治政府がそれまでの藩を廃止して、地方統治を中央管下の府と県に一元化した行政改革である。なお本校では、廃藩地検によって設置された県の地理的規模を合理化するために、約4ヶ月ごと5年ごとの2回にわたって実施された、系統的な府県統合についても述べる。各藩の武装解除の過程については、 信頼を参照。慶応3年12月9日に勃発した王政復古の政変は事実上の中央政府が江戸幕府から朝廷へ移っただけに過ぎず、新政府内部の中央集権化を進めようとする勢力にとっては各地に未だ残る大名領の存在をどうするかが問題であった。明治2年6月17日、274、大名から反席奉還が行われ、 土地と人民は明治政府の所轄するところとなったが、各大名は地藩時として引き続き藩の統治にあたり、これは幕藩体制の廃止の一歩となったものの現状は、ほとんど江戸時代と同様であった。藩籍奉還の時点で一気に軍権制と統一国家を目指す勢力も新政府内にあったが清掃に敗れた。一方、旧天領や旗本支配地等は、 政府直轄地として、不都県が置かれ、中央政府から知事が派遣された。これを、不藩県産地制という。なお、藩という故障は、江戸時代からあったが、制度上で故障されたのは、この時期が初めてであり、江戸幕府下では正式な制度として、藩という故障はなされなかった。したがって、公式には、藩とは、明治2年の藩籍奉還から明治4年の、 廃半地検までの2年間だけの制度ともなる。新政府直轄の不都県は合わせて全国の4分の1程度に過ぎず、また一期などによって修税は困難を極めたため、新政府は当初から財源確保に苦しんだ。当時、藩と府県の管轄区域は入り組んでおり、この府藩県産地制は非効率であった。また軍生は各藩から派遣された軍隊で構成されており、 統率性を欠いた。そして各藩と、薩長新政府との対立、新政府内での対立が続いていた。母親戦争の結果、諸藩の債務は平均で、年間収入の3倍程度に達していた。財政事情が悪化したため、また、統一国家を目指すために、自ら政府に廃藩を願い出る藩も出ていた。明治3年12月19日、大倉大輔大隈重信が、 全国一致の生態の思考を求める権威を大上官に提案して認められた。これは新国家建設のためには、海陸警備のせい、協力利育の道、心理刑罰の方、理財会計の方の4つの確立の必要性を唱え、その実現には、不反権三地制の非効率さを指摘して、不、反県の機構を同一のものにする三地地を目指すものとした。 三つの形態に分かれた気候を共通にしようとすれば、すでに中央政府から派遣された管理によって、統治される形式が取られていた。府、県とは違い、地藩児と藩子によって収められた、藩の一質性、自主性が、三自地の最大の障害となることは明らかであった。薩摩藩、長州藩においては膨れ上がった軍の経費が深刻な問題となっており、これに、 と佐藩を加えた三藩から新政府直属の新兵を差し出すことで問題を回避するとともに中央集権化が図られた。明治元年11月、紀州藩第14代藩主、徳川持次ぐより藩政改革の全権を委任された津田では、む宗むねに会い、軍権制度、徴兵令の構想を伝える。明治2年7月、む宗むねは、廃藩地権の意見書を提出するが、 採用されずゲ野氏、津田イズルラと共に、奇襲犯の反省改革に参画する。奇襲犯の反省改革は、軍権制の実施、無益高を実施、カール・ケッペンらにより、プロシア式の様式軍隊を創設し、市民会兵の徴兵制度と、満20歳以上の男子に徴兵検査の義務を実施した。また、藩主のもとに失政を一人置き、藩全体を統括させた。失政のもとに、 賛成抗議陣を置き、失政の補佐や藩と中央政府との連絡を行った。また、政治府と公用局、軍務局、会計局、警報局、民政局の5局、教育を司るところとして学習館を設置した。それに加え、藩主の家計事務一切を藩政から分離する藩を三む職制を新設し、設置した。最低生活を保障する給与である。 無薬孔で六高を十分の一に減額されたが、それぞれの官職についたものついては、分部薬料が追加され、人材抜擢が行われた。この際、無薬孔のみのものに対しては、上下以外の移住、副業や内職のために農耕省を営むことが許され、奇襲藩での封建制度は崩壊した。なお、長州藩の鳥岡屋田は、この改革に、母英副都特事席として参与している。 この改革を、西郷継道、西郷隆盛の代理で、村田新八、山田昭義が見学した。この改革が、日本の近代国家のモデルケースとなり、明治4年の廃藩置県、明治6年の徴兵令に影響を与えた。主に軍事面と財政面において、中央集権体制を進める、廃藩置県の必要性は、次第に政府内で支持を増やしていた。一方で、 薩摩藩の島津久光などの近代化と中央集権化に反対する勢力も存在感を維持し、これらに対して大久保敏道や木戸高吉などの新政府実力者は全身的な姿勢を取らざるを得なかった。特に圧倒的な軍事力を抱える薩摩藩の動向は大きな懸念材料となっており、薩摩藩出身の実力者たちは慎重な姿勢を見せていた。この現状に、 中間官僚たちは危機感を強めた。7月4日、平成の統一を求めていた山口藩出身の兵部所有、山形有友の下に居合わせた同藩出身の鳥岡屋田と野村康氏が会話のうちにこの状況に対する危機感に、駆られ、山形に対して廃藩地検の即時断行を定義した。山形は即座に賛成し、二人と共に有力者の根回しに走った。 翌日には二人は、大倉省を切り回し財政問題に悩む井上、薫を味方に引き入れ、7月6日に、井上は起動、山形は、西郷隆盛を説得した。西郷は、母親戦争後の薩摩藩における、膨大な数の子卒の扶助に苦慮し、反対性の限界を感じていた。薩摩藩で、大きな支持を集める西郷の同意を得て、中央集権化を密かに目指していた。 大久保や木戸も賛成した。当初廃藩置県案は、薩長両藩の間で密かに進められ、7月9日、西郷隆盛、大久保、西郷継ぐみ大山岩を木戸、井上、山形の7名の薩長の要人が、木戸邸で案を作成した。その後に、久家、土佐藩、佐賀藩出身の実力者である三条、ミミ、岩倉智美 板垣大輔大熊重信らの賛成を得た。予想された抵抗に対しては、殺長土三藩出身の兵からなる強大な新兵を、もって鎮圧することが計画された。廃藩地検明治4年7月14日14時、明治政府は在東京の地藩寺を皇居に集めて、廃藩地検を命じた。十時に、鹿児島藩知事、島津忠義、山口藩知事、毛利玄徳、佐賀藩知事、 鍋島直弘及び、高知藩知事、山内豊藩の代理の板垣を召し出し、廃藩の召呚を読み上げた。ついで名古屋藩知事、徳川義勝、熊本藩知事、細川森久、鳥取藩知事、池田慶徳、徳島藩知事、八塚持明に召呚が宣誓られた。午後にはこれら地藩時に加え在京中である五十六、藩の地藩時が招集され、証書が下された。 藩は、県となって地藩児は失職し、東京への移住が命じられた。旧藩主家の収入には、旧藩の収入の1割が当てられ、旧藩士への過労支給の義務及び、藩の債務から解放された。各県には地藩時に代わって新たに、中央政府から県令が派遣された。なお、同日、各藩の藩札は、当日の相場で、政府発行の紙幣と交換されることが遷された。 当初は藩をそのまま県に置き換えたため現在の都道府県よりも細かく分かれており3府302県あった。また飛び地が多く地域としてのまとまりも後の県と比べると弱かった。そこで明治4年10から11月には3府72県に統合された。その後12月にこの府県の列順が布告されている。最初に東京、京都、大阪の3府の順。次に神奈川。 兵庫、長崎、新潟の4県が定められた。これは、明治政府が開港地を重要視していたためである。その後、県の数は、明治5年産府69県、明治6年産府60県、明治8年産府59県、明治9年産府35県と合併が進んだ。しかし、今度は逆に面積が大きすぎるために、 地域間対立が紛失したり事務量が増加するなどの問題点が出てきた。そのため、次はに、堺県が大阪府に合併したことを除いて分割が進められ、明治22年には三府42県となって、最終的に落ち着いた統合によってできた、府県境は、両政国のものと重なる部分も多い。また、国高で30から60万国程度にして、 行財政の負担に耐えうる規模とすることを心がけたという。また、新しい県令などの上層部には、旧藩とは、縁のない人物を任命するためにその県の出身者を、起用しない方針を取った。しかし、いくつかの有力諸藩ではこの方針を貫徹できず、までには、大半の道県人県令は廃止されている、鹿児島県令の大山綱吉のように、数年にわたって、 県令を務めて一種の独立政権のような行動をする者もいた。一方、その中で山口県だけは逆にかつての宿敵である旧幕臣出身の県令を派遣して成功を収め、その後の地方行政における長州罰の発言力を確固たるものとした。なお、この制限は文官人用制度が確立した明治18年頃まで続いた。 道剣人の知事起用廃藩地権は平安時代後期以来続いてきた特定の領主がその領地、所領を支配するという土地支配のあり方を根本的に否定、変革するものであり明治維新における最大の改革であったと言えるものであった。だが大隈が権威した全国一致の生態の確立までにはまだ多くの法制整備が必要であった。その事業は 岩倉施設団の外遊中に明治政府を率いたルス政府に託された。ルス政府の下で徴兵令、学生、司法改革、地祖改正といった新しい制度が行われていくことになった。廃藩置県が急速に行われた。最も重大な理由は、軍政の統一及び財政の健全化であった。このうち軍政については、反軍事組織を解体し、徴兵令によって、 軍を再編成することによって統一が図られた。財政面では、廃藩置県直後の新政府の歳出のうち37%が花氏族への出力であった。その大部分を占める氏族に関しては長兵令によって過労の根拠を失わせ、さらに出力処分によって花氏族の出力を完全に廃止することで財政の改善が図られた。 氏族の大部分が近代統一国家の建設を支持していたこと、旧藩主階級を身分的かつ経済的に攻撃し、東京に移住させて藩主たちと切り離したことで、改革への抵抗は抑えられた。藩赤奉還の直後に、旧藩主である自藩児の家禄は、旧藩全体収入の10分の1とされ、かつ家族とされていた。また、藩赤奉還により、 旧藩主が藩知事の任命権を自発的に天皇に奉還していたことも論理的に藩主の抵抗を難しくしていた。廃藩知県により旧藩の債務及び火力は全て新政府の責任となった。すでに江戸時代中期頃から各藩もに深刻な財政難を抱えており、大阪などの有力商人からいわゆる大名が死を受けたり領民から雇用金を 徴収するなどして、かろうじてしのいでいた。各藩とも反省改革を推進して、その打開を図ったが黒船来航以来の政治的緊張と母親戦争への出兵によって、多額の財政出費を余儀なくされて、廃藩地検を前に自ら領土の返上を申し出て、実際に解体される藩が、佐山藩、大溝藩、丸山藩、吉井藩、盛岡藩、長岡藩、福本藩、 高須藩など続出する状況であった。また、幕末維新期には多くの藩で貨幣の頑蔵が行われ、外交問題に発展していた。これに加えて各藩が出していた藩札の回収、処理を行って全国一致率の貨幣制度を実現する必要性もあった。藩札の合計は3909万円。藩債の合計は 当時の歳入の倍に相当する7,413万円にも達していた。新政府は、反歳を3種類に分割した。すなわち、1明治元年以後の債務については交際を、交付しその元金を3年間据え置いた上で年4%の利息をつけて25年付にて新政府が責任を持って返済する、二交化年間以後の債務は無利息交際を交付して50年付で、 返済する、産素して天保年間以前の債務については、江戸幕府が天保14年に、起縁令を発令したことを口実に一切これを継承せずに無効とするというものであった。藩札は、廃藩時の時価によって政府の紙幣と交換された。藩債の内外交問題になり得るが一切は、すべて現金で召喚された。藩以外の旗本、御家人などの債務は、召喚対象外とされた。 朝敵となった江戸幕府による債務は発生時期を問わずに外国債分を除いてすべて無効とされた。また、維新後に2位立てあるいは再立が認められた。朝敵犯の負債は2位立て、再立以後の負債のみが引き継がれ、それ以前のものは無効とされた。その結果、届け出額の半額以上が無効を宣言されて、 総額で三千四百八十六万円が新政府の名によって返済されることになった。新高裁は西南戦争の年を除けば毎年召喚され、千八百九十六年までに予定通り全額が召喚された。旧高裁も予定通り千九百二十一年に召喚を完了した。半歳の大半は天保以前からの大名菓子が繰り述べられてきたものであり、 ことごとく無効とされた。例えば有名な薩摩藩の図書広里による無利子250年分割払いは35年間の支払いをもって無効とされた。一般に江戸時代の金利は高く、例えば薩摩藩の250年分割以前の平均金利は16%に達していた。貸し手の商人たちから見れば大名菓子は一種の不良債権であり元金返済の見込みは薄くても、 名目上は、資産として認められ、金利収入は大きく、また社会的な地位ともなり得たが、この処分によってそのすべてが貸し倒れ状態になり、商人の中にはそのまま破産に追い込まれるものも、続出した。爆心相手の再建を所有していた札差しはがかした。大名合唱商人の多かった大阪は、経済的に、大打撃を受けて、日本経済の中心的地位から転落する要因と、 なったのであるただし、大阪商人の苦境には、幕末以来の銀の価値低下により、銀本位制に傾いていた大阪における、銀資産の価値低下も寄与している。一方で、旧藩主やその家臣は、すべての債務を免責された上、中には、廃藩直前に藩札を増札し債務として届け出て、私腹を肥やした者もいたと言われている。明治4年7月14日に、 廃藩地検が実施された当初、府県名は都市名を付けたものであるが特に旧幕府、旗本領や旧中小藩を引き継いだ県では、府県庁所在地周辺よりも多くの飛び地を遠隔地に持つところが少なくない。以下の地方区分は、府県庁所在地によるものである。ふとは廃藩地検以前から存在した府県。明治四年十月二十八日から十一月十二日に、 行われた第一次府県統合によって、各府県の管轄区域は国、軍を単位とする一円的な領域に再編された。以下、9月に先行して実施された統合を除いて、法令前書書集の大乗管府国により、明治4年末の段階の府県とそのエリアを示す。ただし大乗管府国に記載されたエリアと実際のエリアには、若干の移動があり、 飛び治療の管轄に対する指示も日付が前後している部分がある。また合併の期日も資料によってはこれと異なるものもある。廃藩地検から第一次府検統合までの約4ヶ月の間にも一部で統合が進められている。明治4年10月28日布告。明治4年11月2日布告。明治4年11月2日布告。明治4年11月14日布告。 すでに県の設置を終えている、群馬県を除く、明治4年11月14日布告、明治4年11月15日布告、明治4年11月15日布告、明治4年11月15日布告、明治4年11月20日布告、明治4年11月20日布告、明治4年11月,日年11月22日布告、明治4年12月27日付の大上官布告による、 府県の配列は以下の通りである。以下の不死では格好ないが、新しい県の名称を示す。都市名で命名されていた、旧藩名から文名等への解消。第一次府県統合当初から統合前の県名を継承しなかった例と合わせて、懲罰的県名説の論拠となっている。解消の経緯が明らかになっているいくつかの事例では、人心一心などを求める県側から大状官への、 上申に基づく承知である。会消が移転に先行していたり、移転予定が実現しなかったりした例もある。なお、第一次府県統合の約2ヶ月前に合併した、広崎県における県庁移転も、便宜的にここへ記載する、愛媛県のみ、石鉄県の県庁を継承。他は、新たな県庁へ移転。すべて、明治9年。この統合で発足した県の中には、 現在でも地域間対立や地理的要件の不一致などの問題をはらんでおり、名目上は一つの県でありながら、実質上は別の県という地域が少なくない。徳島藩、越前藩、鳥取藩、佐賀藩、高松藩など、他県に編入された旧藩の領地での独立運動による分立、また大阪府と奈良県、石川県と富山県など、道路建設と、 水害対策のいずれに予算を優先的に配分するかをめぐっての対立による分立が多い。ありがとうございます。